はい、佐々木塾塾長でございます。今日はですね、中2の数学でやる連立方程式 の、 あの代入法、ね、代入法のやり方がね結構わからないっていう人が多いんで、基本的な、ね、で割とこういうにやったらスムーズにいくよっていう方法がありますので、もしよければ使ってみてください。でこれ見てくださいね。で数学っていうのはね、加減法と代入法ってあるんですけども、加減法はまあまあわかると、ね、でも代入法ってどうやってやったらいいかなっていう人がいるんで、こういうのやったらいかがですかっていう感じでやりますね。でいいですか、まずこう2つ式をよく見てほしいんですけど、どっちかがですね x イコールなんとか、あるいは問題によっては y イコールなんとかと、ね、このどっちかがほとんどの場合あります。たまにねこの x が y の前に2とか他の数字がついてる場合もあるんですけど、まあそれはちょっと応用編なんで、とりあえず、ね、今回は基本編ということで、ね、x イコールか y イコール、ね、どっちかが大抵載ってます、ね、でそれをまず見てください。でこれはねこういう意味だというふうに考えてください、ね、今回は x イコール 3y-1 なんですけど、まず x のことで丸します、ね、でイコールってどういう意味ですか。同じって意味ですよね、等しいって意味ですよね。つまり x と、ね、3y-1 っていうのは等しいって意味ですね。ここね四角にくくってください。こっち右側の方は、ね、等しい、同じっていうことはこの2つは、ね、交換してもいいってことです。 x の代わりに、ね、3y-1 を入れてもいいっていう意味なんですよ、ね、交換可能ね、だちょっと x 君には悪いですけど、ね、君にはちょっとあの 3y-1 でもあの役割が変わらないんで固定してもらえますと、ね、こういう指令が出てると思ってください、ね、x イコール 3y-1、ね、交代、ね、で上のがメインなんです。これじゃない方が、ね、この、ね、これ上下逆の場合ももちろんありますけど、でいいですか、まずこの指令を覚えてくださいね。 x の代わりに 3y-1 を入れられると。ということは上の、はい、x に注目してください。 x 上の式のこの x もこの 3y-1 入れ替えていいってことなんですよ。どういうことかっていうと、ここにバシッと、ね、そもそもこの代入法っていうのは代わりに入れる方法です。で今回は x の代わりに 3y-1 を入れていいっていう意味なんです、ね、代わりに入れるっていう意味なんです。そうすると何がいいかっていうと、これ x 消えるんで y だけの式になりますよ ね、 ね、文字は y だけの式になったら普通に解けるじゃないですか、方程式として、ね、そのためにやるんですけども、いいですか、はい、実際やってみましょう、はい、x の代わりに3y-1 を入れると。ただちょっとわざとここね、隙間開けたんですけども、気をつけてほしいのは、ね、x っていう一つの文字をこういうふうに 3y-1 っていうふうに置き換えたんで、このままやっちゃうとまずいんですよね。なんかつけるんですよ、わかります？カッコです。こうやってカッコを必ずつけましょう、こういうふうに。でこれとこれの間は掛け算ですから、この4とこれの間も掛け算です。で、それ以外は、ね、何も変わらないんで、同じこと書けばいいですかって。5y=13 と。わかりますか、ね、こうやって書くと、ほら、ビジュアル的にもわかりやすいんで、ね、苦手な人はもっと癖つけてください、ね。この丸々同じと。この丸の代わりにこうやってバシッと入れてるわけですよ。ね、ここもともと x だったところですよね。いいです。これ苦手な人でも、ここまで丁寧にやれば多分わかると思うんですけど、はい、あとは、ね、y しか入ってないので計算できます。で分配法則ですね、はい、4と 3y をかけて4と -1 をかけましょうと。 4312y と、ね、4×-1 で4ですよね。でプラス 5y=13、ね、この辺大丈夫ですよね。で12と、ね、12y と 5y 足して、17y ですね。でこのマイナス4は右側に移行します。13足す4と、ね、下 17y=17 と。で両辺を17で割るんで y=1 と。これで y はもう
とは、ね、はい、元のこの指令の方の式がありました ね、 ね x は 3y-1 に変えられるよっていう指令が出てました、ね、この y が1って分かったんで、この y に1をまた代入すればいいんです、ね、代わりに入れればいいわけです、ね、もう大丈夫ですか？ 3×1 ってことですよ。いいですか？一応やってみましょうか、ね、今度下の式の方、ね、x イコール3かける、はい、y の代わりに1入れます。 1-1 と、あとは3、1が3で1引いて2と、はい、このように x と、ね、y の答え出ました。 x イコール2、y イコール1と。で、連立方程式の場合はね、これは第二法に限らず、加減法の場合でも必ず確かめることができますでしたよね。これ、ね、合ってるかどうか確かめの仕方、もし知らなかったら覚えててくださいね。こうやってやるんですよ。もう代入ばっかりなんですけど、ね、x に2を代入していいわけです、ね。y に1を代入していいわけです。はい、そうすると、いいですか、ね、こう掛け算ですよね。c2 が8です。ね、4×2 で。c2 が8と。で、5×1。5×1 が5ですよね。そしたら8たす5で13。はい、イコールの左側が13になりました。で、右側も13になりました。OK ですよね。一応下もやってみましょう。いいですか？代入した後、左と右、イコールの左と右が同じにならなきゃいけないんですよ。はい。x はこれ2ですね。左側が2になったんで、右側も2になればいいですね。はい。y が1なんで、3、1が3と、3-1 で2になりますね。はい。これで合ってるってことなんです。よろしいですか？苦手な人。こうやってね、丸つけて四角つけるっていうやり方、使うと結構スムーズにいくと思いますので、やってみてください。というわけで、今日は割と真面目にやりました。佐々木塾塾長でした。もし、お役に立てたならば、チャンネル登録していただけると、また、いいことがあると思います。